ヒロネネコ、ヒロネネコや、これすげー、これすごいね、誰やねん、ジェニー、ジェニー、うわ、濃いわ、もうそんなんせんといてくれ、こんばんは、こんばんは、こんばんは、粗品ガチ恋治安ね、1分30秒ぐらいからの二重タイムたまらんです。あと最後のあだしたでこっちの世界に戻ってきてくれた感が良い。でもこれ挑発だから去年のやつなんですね。去年から温めて今日出すのに編集とか頑張ったの可愛いです。 YouTube に上がるの楽しみです。ハゲタコになって待ってます。こんなやつですわ。推しの幸せが私の幸せ、ラジオは非リアタイ勢、リアタイ勢や。お前リアタイ勢よ、アイコンですね。やばやば、読めるこれ、めくるめくフリップ王子。R1 の時のキャッチコピーね。固定ツイート見ましょうが、私の幸せが私の幸せだけど粗品さんの借金は膨らめば膨らむほど面白いので予想は外れてほしいです。同担 OK です。皆さんよかったですね。同担 OK よかった。フォロー9人ですわ。9人、誰フォローしてると思います？近い人間誰やろなみたいなところでフォロー欄見ました。上から説明していきますね。まず1人目粗品、2人目これ霜降りチューブです、3人目が白竹時代、霜降りチューブについてる作家ですね、4人目が霜降り明星のゴールデン 80s、 BS 富士でやってるレギュラー番組ね、霜降り明星のパパユパユパユ、昔やってたネット番組ね、霜降り明星の当て身投げ、静岡でやってる冠番組で、霜降り明星のオールナイトニッポンですね。あと2人ね、霜降り明星のオールナイトニッポンと、あ、そうか、騙し討ちとオールナイトニッポンや。9人目ちいかわです。ということでせいやはフォローしていません。過激やな。いやフォローしたらええやん。せいやからこぼれる粗品情報とかもあるかもしれへんやろ。自分でつぶやくだけやったらいいんすけど、もうね、もういらんことしとんね。もうそんなんせんといてくれ。まあ、一番なんやねんと思ったんがですね、今日の YouTube の買いましたの部分、少し笑みが溢れていましたか。2回ボケ聞けてなんかお得な動画でした。あと個人的に頑張ったよねのところキュンでした。明日も待ってます。明日も待ってくれてるんや。でその次につぶえたんが、風数夜会マジで伝説すぎる。あー、オールナイトニッポンのね回ありましたね。うん、俺の誕生日はえ。おい、何しとったんやお前。1月7日俺の誕生日、なんで息してんねんこいつ。まあ、というちょっと面白アカウントがあったという報告でした。ツイッターね、僕に1万円以上のスーパーチャット配信で送ったことがあるよという方手挙げてください。あ、じゃあ前のお姉様、あ、ちょっと待ってな、ヒロネネコやろ、ヒロネネコや、これすげー、これすごいね、アイコンこれやねん。サンリオピューロランドで作った粗品って書いたやつ。俺すごいな、ジャニオタを降りた女ですね。誰のファンやったんですか。へえ。ありがとうございます。またゆっくり。いやすごいな、今の初対面ですしね、もちろん。他どうですか。あれなんか見たことあるような。名前はもともと冬木。おい、もともと冬木、お前全然ハゲてないやんけ。ふさふさや。高青年じゃん。何歳ですか。27。あ、年近いですね。お一人でお越しで。女性と。じゃ、どういう。すいません。片手でこうされた。もともと冬木、ありがとうございます。ずっとね、2人のノリでもともと冬木が1万2000円ふと逆っつって、いや、もともと冬木は元冬木の改名やろって言って、改名って言ってたんですけど、真空ジェシカがな、M1 のネタでやってて、
あれちょっとどうする？俺ら先やってた。あの月替わりでアイコン変えてて、小日向さんの時とかなんかね、ちょっとハゲてる人のアイコンになってて、今月は誰なんでしたっけ？森ロバートソン。森ロバのお店、ありがとう。他どうですか？目が合ってると思う。後ろから2列目のお兄さん、名前いいですか？ネオトキオです。ネオトキオか、渋あの配信開始して真っ先に500円無言で送るネオトキオでも、なんか記念の時に1万円くれるっていうね。アイコン犬でしょ。ありがとうございます。あれ何の犬なん？あれAmazonで見つからない時に出てくる。じゃあそちらのね、茶髪のお姉さん、お名前いいですか？ゼニーです。え？ゼニーです。ゼニーや、俺わかるぞ。版画みたいなアイコンやろ。うわ、ありがとうございます。ゼニーに拍手を。ゼニー、何歳なんですか？18。 18の女で名前がゼニー。やばなんで、なんでそんな金あんの？バイトで。何のバイトですか？まあ差し支えなければ。普通にスーパーのレジ。ゼニーゼニーでもヤバいんちゃうん？じゃあ結構切り詰めて今日福岡から来ました。今日福岡から来た。ゼニーゼニーに拍手。すごい。他どうですか？男性、白いシャツの、お名前いいですか？タルトタルトです。タルトタルトか、755でよう見るわアイコンさ、755の初期設定の青やろ。サファリ。え？サファリのアイコン。サファリのアイコンやっけ、タルトタルト。ほんま？最近変えて。あ、最近変えたんや。シルコシルコお二人でお越し、お姉様、はい、いや、はいって、それあんた金払ったことないから喋ったらあかんねん。やばいねん。タルトタルトと喋ってんのか。はい、あらへんわ。どんなご関係のお二人ですか？姉貴です。姉貴、あ、前なんか書いてた、今日お姉ちゃんと行きますみたいな。あ、それ自分じゃない。はい、カットスポーツしてた？何してた？弓道。体育会 TV か、お前体育会 TV でしか見えへんやん、弓道。へぇ、ありがとうございます。じゃあ拍手を歌ってください。嬉しいわ、ありがとう。どうですか、1万以上送ったことある人。黒いマスクのお兄さん、3列目の名前何ですか？無言赤スパマン。ほんま、はい、無言赤スパマン。こわ無言赤スパマンや無言赤スパマンっていう名前で、無言でスパチャする時もあったり、無言ですってやって、いや無言ちゃうやないかとかの人や。だいぶ年上ですよね、多分。28の人をだいぶ年上ですよって言ってしまうぐらいの変な見た目してますそういうやつおんねん、たまに。余韻ってやつで、ライブ配信終わってからしかスパチャせえへん余韻ってやつとか自我を出さない人。なんか時報っていう名前で、時計のアイコンでも時刻しかコメントせえへんやつとか。なんでそれしようと思ったん、無言赤スパマン。赤スパ打つ人って、粗品さん大好きですみたいな。はいはい、俺のこと好き。そうやな。それやってたら目立たないじゃないですか。わあ、賢い。ビジネスマン。いや、めっちゃ目立つよ。アイデンティティ確立のために。椎名林檎かお前アイデンティティやねん。無言赤スパマンに拍手を。無言の赤スパマン、1万回と何年もろとも嬉しいな。1万人が3万4万5万6万7万8万9万10万11万12万13万不動客。ありがとう、ありがとう。2人並んでますね。すごいですね、最前列で。あ、え4人並んでんの？ぷよぷよやったら消えてんでそんなことないよ。昼寝猫とモチタゾルディックやんな、うん、なんか違法なチケットサイトで撮ってる最前列すごいね。昼寝猫どう最近？もともとの誰かを押してたんやな。で、ジャニオタ降りて俺を押してる女なんですよな。ああ、よう覚えてるわ。モチタゾルディックね。なんかまあホストクラブよりちょっとライトなコンセプトカフェ。そうか、コスプレした男性とちょっと飲めるみたいなお店にハマってて、なんか推しとくるみたいに言ってなかった？なんかスパチャで、今度の電池の切れかけたかに私の推しと一緒に見に行きます、でも席が隣じゃなかったんでピエンですみたいな言ってたような。ごめん、ピエンとか言ってないかもしれんけど悲しいですみたいな。恥ずかしくなかったら手挙げてもらっていいですか？ああ、
うわぽいわぽいわ、すいません失礼なこと言ってすいません。お二人ありがとうございます。そしてじゃあこの白いパーカーのお兄さん、お名前いいですか？訪問いたこ。訪問いたこ。アイコンイラストやの家庭訪問、背景黒でこの後先生拉致されるんかいのやつや。え、何歳なの？21。何してんの？大学生。大学生で1回の配信で結構送ってくれるやん。でも3万とか、まあ安いか、3万やったらな今や。何してんのアルバイト？家庭教師と塾。家庭教師と塾。お前そんな金使うなよ。こんなん言ったらあれやけど、塾の生徒とかさ、家庭教師の生徒とか、あ、ほんまに家庭教師なんかい？訪問いたこて、あれ家庭教師のアイコンしてて。そうやったんやん。ほんでお前生徒とか知ってんのかいな。なんで話さへんねん。話せよお前、道徳の授業なるやんけ。道徳か経済かいけるやんけ。すごいな、ホームにいた子ありがとう。ほんでそのお隣のスラムドッグミリオネアみたいなあなたで、お名前いいですか？ボールドアタックです。ボールドアタックか、誰やねん。ごめん覚えてないわ。ボールドアタックさん、え、何回ぐらい、結構投げてくれてます？3回か。え、潜在のアイコン。ボールドアタックは何歳なん？26です。何されてる方ですか？会社員。会社員言えますか？何の会社、何系とか。不動産。不動産なんや。じゃあまたあのお金ちょうだいな。ボールドアタックに拍手を、ね、もうちょっとじゃあ不動客の方、あ、じゃあこの列のメガネの 1,2,3,4 5列目のお兄さん、お名前いいですか？そばら。どういう人？1回だけ、3ヶ月前ぐらい。その時はどういう文言でスパチャしたんですか？前回とかで、うん、なんか不動客とか話してるの見て、おそこで不動客どうって捨てましたみたいな。おー、なるほど。羨ましいな。うわ、配信で初めて赤スパして。そうや、だから俺がこの不動客とこうトークしてる動画とかをたまに上げてるから、それとか切り抜きを見ていいなと思って入ってくれたんや。じゃあ大切にせなあかんやつやな。あ、ほんま何の金でスパチャしたん？バイトの。バイト？お前も塾。俺塾界隈でバズってる、もしかして。ありがとう、これからも頼むわ。そばら、ありがとう、ね、次どうですか？他全然いいですよ、1回だけ送ったっていう人でも。お姉様お願いします、お名前。凡人ガンナーな、わかるわ。そばだ、ごめんな。凡人ガンナーわかるぞ。競走馬のアイコンのやつで師匠やろ。弟子です。弟子も来てる。あれやで、弟子にもスパチャしとけって言ってましたとか言って、弟子さんからもいただいたことありますし、凡人ガンナーやんけ。あれや、 NGK とかも来てくれんねや。そう、競馬も好きやし、で結構劇場にも来るタイプの方で、ありがとうございます。どういうご関係ですか弟子とは？ああ、飲み友達。弟子さんはその師匠から粗品のスパチャしろよみたいに言われたってことですか？いや、もともと好きで。え、で、たまたまあの飲み屋で会って粗品さんで意気投合したっていう。あら、ほんでほんで。ねえ、あの配信でスパチャ投げてたって聞いたんで、うん、じゃあちょっと一緒に赤スパ投げようって言って。いいな、ほんでな、二人がいい感じになって付き合って何年かしたらハゲタ婚してください。え、結婚してます。あ、結婚してんのか。ハゲタコンならず。俺きっかけで結婚してハゲタコンしてくれよ。じゃあ凡人ガーナーと弟子に拍手を。すごいね。